はい、どうも、眠いミストです。はい、本日はですね、北斗高校のキャラクターを狙って、ガチャ券を引いていきたいと思います。今現在ですね、はい、スサルガチャ券が10枚、そしてパーチ券も何枚かありますので、こちらをぶっ破していきたいと思います。で、まあ、北斗ガチャ引けばいいんじゃないのっていう意見もあると思うんですけども、多分ね、ループガチャとかやっちゃうとね、自分、沼にね、ハマりそうなので、まあ、ここはもう、ガチャ券で母体確保という名目で引かせていただきたいと思います。うん。まあ、自分の中でね、区切りをつけるためにも、はい。ここはガチャ券だけで留めておきたいと思います。まあ、北斗キャラはね、まあ、北斗高校、非常に、私は全然できてないですけども、周りのね、得られてる方の動画とかを見て、まあ、すごい可能性はあるなというふうには感じたんですけども、まあでも何せね PSR 母体ゲットして覚醒までしないきゃいけない。まあ特にジャギですよね。ジャギは必須のパーツになってるみたいなので、まあそういったところとか考えてくるとちょっとね、そこまで、うん、策、石と、きらめきはないという判断を私の中でしましたので、はい、ここは、私は母体確保で、うん、いつか使えるかな程度で、うん、パワーちゃんとかで抱えてくれたらいいな程度で収めておきたいと思います。はい、北斗高校の開拓は他の人に委ねますといった感じでね、はい、現実から目をそらしてガチャ券引いていきたいと思います。では、10% ガチャ券からいきましょう。まあちなみに北斗の母体は全然持ってないので、はい。まあ何が出てもほとんど当たりかなというふうに思います。では3連一気にしていきます。まあ持ってないというか、持ってたのに、図鑑にはいるのに、いないというパターンがね、あったりするんですけどね。はい。きらめきになったのか、ミキサーになったのかわかんないですけども。まあこんなからだと先駆けが当たりかな。はい。ダンジョンガチャでしたね。さあ 20% いきましょう。さあ PSR の 20% の枠は引けないけど、ここの 20% は引けないということなんですかね。はい。マグロエレキ。うん、なんかそうだな。ダンジョン、メカニクス、シラスみたいな感じで来てますけど。さあ 30% いきましょう。ここはちょっと2枚くらい出してほしいですね。ここゼロはちょっとしんどい。お願いします。よし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 。2枚いこう、2枚。2枚おお、ほんと来た。さあ当て、おお。PR でも当たりきましたね。はい。まあ、黒山ちょっと後で解放してみたいと思います。さーて、本番に、まあ、色をかな。さらに10枚いきましょうか。はい。まあ、なんだかんだね、サルカチ券10枚貯めるのも結構大変ですので、タイミングは皆さん見極めましょう。まあ、ぶっぱした方がいいタイミングとしては、4月の頭に来るであろう、別バージョンの合わせかな？確かね、人気投票で、1位になったキャラクターは、だいたい4月の頭とかに来たりするので、まあそのタイミングで、ガチャ券は使われるのがいいのかなというふうに思っております。はい。まあ、私はそのためにもね、ちょっと PSR ガチャ券は残しておこうということで、まあ今回は北斗のためにガチャ券引いちゃいたいと思います。では行きましょう。1枚でも安定してくれればね、まあ勝ちですね。特にケンシロウが欲しいです。行きます。今まで出てないからね。ケンシロウ。ケンシロウ来てくれ。ケンシロウジャギは欲しいっすね。頼む。特攻にもなるからね。さあ、安定してくれ。頼む。お願い。限定ゼロかよ。まあ、ちらほら。この辺は当たりだけどね。いや、きついなぁ。これはきついなぁ。
というわけで、私の世紀末北斗高校は終了したということでね。はい。まあ、そうっすね。キャリューさんがね、盆栽で PG2 の八森とかね、作成されてましたからね、非常に可能性は感じるなというところなんですけども、まあまだね、ガチャ期間は3月4日までありますので、こっからさらに北斗高校やばいなってなったら、まあ最悪引こうかな、みたいな感じで行きたいと思います。はい。では、出たキャラのね、解放して終わりたいと思います。と言ってもですね、今回はそんなに解放できるところ出てないんだよな。東雲、別バージョンだけど食わせていいかな。そんな感じでいこうか。はい。ジェントル45チャレンジ。はい。頼む。いかないんかい。50% はいってほしいけどね。あとは、まあ、PR のジャベリンと先駆け。ここ通ってくれたら神解放ですね。では先駆けから行きましょう。ここ46になってくれたら覚醒させてもいいな。強いからね、先駆け。はい。いかないか。さあ、一番行ってほしいジャベリン。これ行ってくれたらマジでもう、神展開ですね。5% 通していこう。無理か。というわけで、クロエかな、あとは。1でも通ってほしいですね。サルガ事件ぶっ破したんで。いや、誰も通らねえ。というわけで、終わりかな？多分終わりですね。胴絵と縦足に関しては、ちょっと別バージョン来そうなので、まあ、きらめき等にはせずに持っておきたいと思います。レンちゃんもそうですね。合わせもそうです。という感じでね、今後別バージョンで来るであろうキャラクターがたくさんいるので、まあ、そちらもお話も、まあ、ゆくゆくしていきたいなというふうに思っております。はい。で、ちなみになんですけども、私のロンドン飛距離さん。これですね。特攻作成動画でも少し話したんですけども、沖野がね、SR ということで、風向きがね、5メートル、PSR と比べて足りないんですよね。まあ、そのせいもあってね、結構上級の繊維以内っていうのがギリギリになってしまってるんですよね。うん。まあ、そこはもちろんプレゼンもあるんですけども、私のプレゼンだと、繊維がギリギリなのかな、まあ、46級を超えたことがないんですよね、まだ。うん。だ風15メートルだと、うん。なんか噂によると、180メートル、超えることもあるらしいんですけども、PSR MAX で積んだ時に。それもね、できないですし、最高が174とかだったかな。だからちょっと今回の飛距離さんは、うん。まあ、繊維以内に入って、報酬ですね。確実に、この PR 博士像を回収していく作業に移りたいなというふうに思っております。はい。結構難しいですね。エクスカリバー打てないとかじゃないんですけど、単純にスライダーシュートの見分けの方が難しいですね。うん。まあ、ちょっとでもね、読みが外れてしまうと飛距離が下がってしまうので、まあ、前回のマイルマンよりかは全然ストレスフリーなんですけども、まあ、ちょっと、私にはセンスがなかったということで、まあ、皆さんにね、動画でお見せできる内容でもないので、ちょっと、繊維以内で楽していこうかなと思います。全然楽じゃないんだけどね。あと、15時間で今438位なので、まあ絶対これ抜かれると思うんで、はい。
まあ、頑張ってまくれるようにしていきたいと思います。そうですね。まあ、先ほども言いましたけども、4月の頭まで、皆さんガチャ券はね、しっかりと貯めましょう。はい。絶対ね、合わせの別バーとか強いに決まってるんでね。はい。今後、レンちゃんだったり、シアーンだったり、あと合わせと、シモンの別バーとかか。まあね、いろいろ来たりするんで、ガチャ券はね、ここぞというタイミングで引くようにしましょう。私は完全に、もう北斗狙いのね、カードで引いてしまいましたけど。はい。そんな感じで、今回の動画は終わりたいと思います。ぜひ、チャンネル登録、高評価してってください。では、失礼します。See you!